流生き物チャンネル。はい、皆さんこんにちは、流生き物チャンネルです。はい、どうですか最近の私の動画。ほんまちょっとね、短編で申し訳ないです。分かってます、分かってますよね、自覚してますんでね、多めに見てくださいね。また春を迎える頃にはね、あ、毎回気合い入れてやってるんですよ、やってあれかいみたいなね、言いました今、まあ、やってあれですよ。いや怒ったらあかんけど、メダカ以外のね話やったら頑張ってるでしょ。まだまだね、面白いメダカ以外の話はあるんですけどね。まあ本でもね、耳がパコパコ鳴るとかね、レッツメダカコール大集結なんかね、もう私的には大好きやったんですけども、まああんまり面白なかったですか。まあまあね、オチがあんまりなかったという話ですが、まああのメガネの破壊とかね、メダカの話一個もせえへんなちゅう話。メガネの破壊とかもね、まあ一人ドッキリみたいな感じでね、昔のあのスタードッキリマルキー報告みたいな感じでね、再生逆再生を繰り返したんですけどね、まああんまり伝わってなかったというお話でございます。春にね向けまして、私ところはですね、比較的やっぱり皆さんの地域よりは暖かい日が毎日のように続いてましてですね、山沿いでもありませんしね、海沿いでもありません、まあ平野部なんで、結構ね皆さんが寒いっておっしゃっておられた時でも17、8度、高いなって言われたこの前の22日ですか、2月の22日、あの辺ではもう24、5度ありましたんでね、かなり暑かったですよ。週末寒くなりますよっていうのをちょっと聞いてるんですけど、まあうちではそんなに心配ないかなと。それこそ地域性、地域によって水替えの仕方も変わってくるんじゃないかと思っております。ということで私ところもですね、ちょっと水替えしております。まあ徐々にですけどね、まああえて全部はしてないという、まあ例えばこことここやったらいけるなとか、そういう水替えの仕方で日頃やっております。まあとにかくね、一人で黙々とやらなあかんので、そんな年で行ってないんですけどね、老体に鞭打ってやっていきたいなと思っております。それとですね、以前こう下にちょっと藁落ちてるとは思うんですけど、この通路のところにね藁入れてた水槽なんです。これね、やっぱちょっと色が違うんですけど、いや驚きましたよ。藁で遠見させた分なんですけど、中を出したら結構ねメダカたちがねプリプリやったんですよね。見てくださいこれね、もう痩せ細ってる子なんかいてないんですよね。これなんか効果あったんでしょうね。まあ藁からなんか出てるんですかね納豆菌みたいなの出てるんですか、いやそこはちょっとわからないですけど、結構ねプリプリで元気で、ほら痩せてる子もいてないんですよね。まあこれはね私的には大正解でした。毎年私は何も入れませんので、今年初めて藁を入れたという、そっからのメダカさんはプリプリでしたというお話でした。はい、それではですね、本日は2本立てでお送りしたいと思います。一つはですね、ヤフオク卵が冬を越えて色が出たのかなということの検証が一つ。そして前々回ですね、アンモニアテストさせていただいたと思うんですけど、まあ視聴者さんからのですね、リクエストにお答えしてですね、こういうとこのアンモニアテストもやってくれよっていう感じで言うていただいたので、いくつかね、まあ DM もありますし、そこの YouTube の画面のとこコメントにね書いている時もありました。その2つをやっていきたいと思います。それでは今日も行ってまいりましょう。レッツメダカ。まずはですね、ヤフオクの卵で以前私20個ぐらい卵を買ったと思うんですけど、18かな、そのうちでですね、温州三色の卵買いましたっていうお話くだりあったでしょ、覚えてはりますかね。なんか色全然出えへんとかね、夏頃ブーブー言うてたの私言うてましたやん。ほんじゃ皆さんもね、これは詐欺やなとかね、これはひどいですねとかね、白メダカやなとか、キメダカやなとかね、いっぱいいろいろ書いていただきました。その説はありがとうございました。その中にですね、お二人だけ冬越ししたら色出るでって言ってくれた視聴者さんもおられたんですよね。まあ正直なところね、ほんまかなって思うところがあって、私自身もね、こういうメダカは初めてやったんで、ちょっとあの怒られるかもわからないですけど、疑心暗鬼なとこあったんですけど、なんとですね、ほら見てください、ぽいのが出てるんですよね。ぽいのがでもなんかまあラメ入ってるしええんかなとか、温州三色ってラメ入ってたっけと思って、まあほんでもね、その温州三色の中
卵ね、確かね50個ぐらいねあったと思うんですよ。もうちょっとあったかな。ちょっとあんまりもうだんだんおじいちゃんなんでうろ覚えになってきたんですけど、まあたくさんはありましたよ確かに。そのうちのね、これねごめんなさい、2匹なんです。この白っぽいのはちょっと関係ないんですけど、この2匹左2匹がね雲州三色の中から出てきたんですよね。でこれやったーいう感じですよね。まあまあ50匹としたら 4% ぐらいですか。 4% の確率でこれが出たと。でまあ人によってはね100匹でも1匹やとか言われる方もおられますし、いやもうちょっと出るよという方もおられますんでね、まあ偶然だったのか良かったのかね。でオスとメスということでかなり嬉しかったですよ。これでもね私はありがたいんですよ。観賞用ですからね、綺麗だったらそれでね、まあいくらかなってね考えてたんです。でまあ当時卵で1500円ぐらいだったかな。まあこれやったらね逆に安いでしょ。よかったですよ。皆さん出ましたよ、おめでとう、ありがとうございます。どっちでもいいです。はい、またこれがね卵産んでくれたりしてね、また子孫繁栄してくれたらいいかなと私の中で思ってる次第でございます。まあメガネ踏んどいてよかったかな思ってるんですけどね。それとですねもう一点ですね、今日は盛りだくさんでしょ、内容濃いでしょ。まあ今からね、まあ、5時間ぐらい見てもらおうかなと思ってるんですけども、まあそれは嘘ですけど、前回ですねアンモニアの含有量をね調べましたよね。その続編でですね、こんな状況もアンモニア含有量を調べてほしいみたいなねリクエストいただいたんでね、今のそれいるんかな、まあええか。もうちょっとね詳しくいろんな場面のアンモニアの含有量を調べていきたいと思います。これは視聴者さんからいただいたリクエストの分でございます。一つ目は、まあ、エビオス城で増やしたゾウリムシの液に PSB を掘り込んで、でその数値っていうのはいかがなもんかと、アンモニアのね、なんか聞くところによると PSB 入れるとアンモニアの数値が下がりますよいうお話もどこかで聞いたことございます。それでね一度やってみようかなと、まあ、ゾウリムシ自体もね PSB でも結構増えたりもしてた動画も私も出してるんですけどね、一度そちらを見ていただきます。どうぞ。はい、結果出ました。青に近い緑です。モマックス 2mg パーリッターほぼ入ってます。危険な状態です。こっからグリーンウォーターに入れればまた状況も変わってくるとは思うんですけどね。はい、続きましてですね、私最近抹茶でねこなして培養してるんですけども、抹茶もまあそこそこ増えるんです。でこの抹茶ではどうかなと思いつきましたので、こちらのアンモニアテストをしてみます。はい、結果出ました。市販のね粉の抹茶なんですけど出ませんね。黄色ですね、限りなく。ちょっとグリーン入ってるかなっていうぐらいでほぼ出てませんね。あー、ちょっと入ってますね。 0.2mg パーリッターですね、ちょっと出てます。まあ許容範囲といえば許容範囲には入ると思います。はい、ということはですよね、こんなに反応出えへんっていうことはエビオスとかね PSB ならこれぐらいの反応は出る、あ、もっと緑に出るっていうことですから、まあ生き物の死骸とかね尿とか糞とかでアンモニアが発生するというお話であるなら、あんまり本当は増殖してないということにつながるんかな。ちょっとねごめんなさい、そこはちょっとわからないですけど、まあそれ以外にそのアンモニアを発生する条件があるんかなって今は疑問に思っております。はい、続きましてですね、エビオス城で増やしたゾウリムシ、はい今ちょっと見てますね、いてるかどうかということですね。こちらのエビオスで増やしたゾウリムシを、このグリーンウォーターは外のグリーンウォーターでございます。この前黄色くなったアンモニアがあまり検出されていないというグリーンウォーターでございます。そこにたくさんのエビオスとゾウリムシ、うわー入れるなー、はい入れました。それでですね、もう入れへんのかな、なんかもう一回入れたような記憶があるんだけど、もう混ぜてますね。はい、混ぜ混ぜしてます。直後ですね、これ入れた時の直後の水質、アンモニアの含有量測ってみたいと思います。あ、入れてますやん、やっぱり2回入れてる。
ってますやんね。まあ、こんだけ入れたらね、まあ、わざと余分に入れてるんですよ、多い目にね。で、直後はどんなもんやっていうことでね、お話リクエストいただきましたんで、それをやってみたいという実験でございます。はい、結果出ました。エビオス城入りのゾウリムシ、直後に入れてかき混ぜると、まあ、そこそこ出ますね。やっぱりね、こっから分解とかねされていくでしょうし、今入れた分を 2,3 日経てばまた黄色くアンモニアの含有量が少なくなってくるということにつながってくると思います。確認の動画は前々回で上げてますので、またよろしかったら見ていただければと思います。はい、最後にリクエストいただいた中でですね、米のとぎ汁の培養でゾウリムシを増やすということでやらせていただいてたんですけど、どうもね、ごめんなさい、ちょっとまだゾウリムシがですねあんまり増えてなかったので、やっぱりちょっと期間がいるかなと思いました。それで、まあ、この動画をちょっと一回ボツにさせていただいてですね、改めてゾウリムシが増えた時点で米のとぎ汁にゾウリムシということで動画上げさせていただきます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。